飛龍高校で行われた入門会見。伊勢ヶ浜部屋に入門が決まったのは、相撲部で3年生の鈴木るいちさん、18歳です。鈴木さん、緊張してますか？緊張します。支えてくださった方々に恩返しできるように頑張るだけなんですけども、期待に添えるように、厳しい稽古の中で強くなっていけて、その結果が残せたらなと思います。鈴木さんは浜松市出身で、小学4年生の時に相撲を始めました。高校は熱海富士と同じ飛龍高校へ。身長185センチ、体重130キロ。この3年で体は筋肉質に変わってきたといいます。2場所連続で優勝争いを演じた熱海富士、その先輩と同じ部屋に入門することについては、熱海富士関は先場所も優勝争いに絡めるような、もうとても強い力士なので、自分もそのようになれるように、追いつけ追い越せで頑張っていきたいなと思ってます。心は優しくて力持ちっていうところで、みんなに応援されるような力士になっていきたいなって思ってます。熱海富士関のような力士になっていきたいです。2年生ぐらいの時から声はかけてたんですけど、この体ですよね、柔軟性もあってですね、部屋で稽古もしたりもしまして、そこら辺を見てですね、頑張り次第では関取になれるんじゃないかなと思って勧誘しましたね。熱海富士の妹で相撲部主将のひなさんは、ルイチはムードメーカーで面白くて、すごいなんか仲間思いです。熱海富士は今上にいるんで、ルイチには熱海富士みたいに、熱海富士みたいにっていうわけじゃないですけど、どんどん上に上がってもらいたいです。鈴木さんは来年1月の大相撲初場所で、新弟子たちによる前相撲で初土俵を踏みます。